おはようございます、レイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は北の大地、北海道。全日程20日間、走行距離 4800km 以上、遮るもののない道と大いなる期待を抱かせてくれる朝日、言葉にならない色彩の夕日、足元まで迫ってくる夜空の星、ここでしか見ることのできない記憶に刻まれる景色の数々、今しかできない楽しいことを全部20日間に詰め込んで、大変なこともあった 4800km、 私たちの北海道キャンピングカー車中泊旅、本日は奇跡の湯豊富温泉で念願のプチ登場します。よろしくお願いします。温泉に着きました、まあ、そんな時間かからなかったね、うん、こんな感じのところですね。あ、ここに書いてあるね、豊富温泉天然ガス、油を大量に含んだ温泉水が噴出しました、今から入るのはふれあいセンターっていうところのお風呂に入ろうと思います。じゃあ行きましょう、はい、ご飯食べれるかな。そうですね、あれば、うん、あればね。で、ふれあいセンター、こんなところです。お風呂の場所なんですけれども、はい、2カ所ありまして、2カ所、はい、今現在こちらです。母ちゃん、はい、ここはやっぱり湯治をするところみたいね。あのこういう湯治を する、あのぬるい、あの長く入る温泉もあるみたいですね。2カ所あるみたいですね。いっぱいの浴場、ここが湯治をする湯治って書いてありますね。で、一般の浴場は平浴にあるみたいなんで、まずはちょっと一般の浴場に行ってみたいと思います、うん、なんか肌にね効くといいなと思ってるんですけど、あ、すごい匂いがする。なんか石油っぽい匂いがする。ちょっと石油っぽい匂いしますね。肌の悩みがあるんで、あのここはちょっと期待してます、はい、じゃあ行ってきまーすこんな感じのところ。母ちゃん、はい、すごいこんな温泉初めて、あの ね実際に油が浮いてるんですよ初めなんか、ま、なんか間違いかなと思うんですけど、油が浮いてて、うん、でこれぐらい堆積してたわ、なんか割った跡があって、これぐらいの、ね、油がね、油じゃないな、温泉の成分っていうんですかね、茶色いのがずっと堆積してて、であの入るとね、あの家内が言ってたんですけど、バターを触った跡みたいな感じになるんですよ。で、初めどうしたのかなと思うんですけどそれがね、あの温泉の成分なんですね。これはすごいですね。で、私肌がね、やっぱ悪いんですよ。まあそんな今はね、ちょっとあの温泉入ってマシな感じになってますけど、真っ赤になってやっぱプツプツってなったりするんですけどね、全身に。そしたらね、あの温泉入った後にやっぱ痒くなるんですよね。でもね、ここはねコーティングされるみたいな感じ、もうなんか全部仕上がったんだったような感じ、うん、そうそうそう、あのちょっとしょっぱかったですね。で、色は茶色ですね、うん、そんな感じの色でしたね。なかなか見たことの、見たことっていうか入ったことのない
温泉の質でした。で510円かな、うん、でここの食堂のねジンギスカンもおすすめです美味しかった。このプッチに水を入れる、うん、どれぐらい入れるの。半分、半分って書いてある。これがエゾシカのジンギスカンです。で課長はカレーライス、まあ、あの2人でもちろんシェアするんですけど、でこのね鍋の使い方が分からなくてこれを呼んでたんですけど、この周りに水を入れて、でここで野菜を焼いたりするみたいですね。これえお肉は鍋の上にジンギスカンの鍋を乗せて火をつける。野菜は水に入れてもいいし肉はここで焼くわな。じゃあお肉焼いていきます。ちょっと火が強すぎる気がするな。瞬間からこの匂いはそうだったね、うん、ああ焼肉の匂いがそうやな、焼肉の匂いがするんだったね、うん、これすごい量やな、これで990円ご飯付きで、新鮮、あ新鮮やったね、肉が新鮮でした。本当に綺麗な肉でしたね。ちょっとねどうしようかな、なんかねちょっと肌がね回復ちょっとでもね良くなるんだったらもう一回どこか回って、まあ、夜来て明日の朝入ってみたいな感じにしようかななんて思ってます。この近くでどこか車中泊できるところがあればそこでして、あのプチ湯治みたいな感じにするとちょっとマシになったら嬉しいなと思いました。はい、おすすめです。本当になんかあのもし肌がちょっとかゆいなとか思われてる方がおられたらおすすめです。1日2回入れるみたいなので、あ、出る時に1日2回あのなんかチケットもらったらもう1回入れます。ああそれはありがたい、ありがたいですね。ちょっとまたもう1回入りたいなと思うんで、ちょっと近くでねあのうろうろしてまた帰ってきたいと思います。はい、あのチケット見してくれる、はい、こんな感じでもう一度入りたい人は受付で言ってこのチケットに反抗してもらったら今日もう一回入ることができるそうです。無料というか1回目払ったお金で2回入れるっていうことですね。8時半までで9時終了で、すごいすごい温泉を見つけました。でもちょっと、ね、ちょっと遠すぎるだいぶ遠い、家からちょこちょこ来れない、ちょこちょこ来れない。でもなんかさ駐車場いっぱいだからなんでかなと思ったらね、やっぱりそう、うん、ずっとこっちの方でここに留まってお風呂に入って体を治していくっていうことをされてる方が多いみたいですね。こうやって旅行できるっていうのは幸せですね、本当にね。じゃあ投げのところに戻ります。また帰ってきます。今はねまだ豊臣温泉のふれあいセンターのところの駐車場にいるんですね。で道の駅鉄塩に行こうかなと思ったんですけど、ここから30キロぐらい離れてて、そこに1回行ってまた戻ってきたら60キロになるんで、まずちょっとこの辺りで休憩させてもらって、でまたね温泉に再度入りに行こうかなと思ってます。でここはなんていうところや、何屋さんっていうのかな、なんかね買い物できるところがあったんですね。でそこで飲んだ豊臣のこの牛乳とあとこの蜜、黒蜜が入ったね、黒蜜豊臣牛乳っていうのを飲んだんですよ。それが美味しかったんで家内がじゃあこれってそこのお店の人牛乳とこの黒蜜って売ってるんですかって言ったら売ってて、でそれをそのまま買って、でグラム数を教えてもらって分量でねこれ今作りました2杯目。うわすごいね、おいしそう、上手、コマーシャルみたい。さっきのちょっと俺もめっちゃ飲んじゃったから。でねこの黒蜜はねパンにかけて食べてもいいかなと思って買ってもらいました。強っと、おいしそう、うん、すっごい美味しい、美味しいよな。なんか牛乳自体は、うん、ここの、ね、サロベツ豊臣町の牛乳なのかな、すごいコクがあってめっちゃうまいな、これ美味しい、ほんまにここあるね、うん、にゃんちゃん、にゃんちゃんちょっと飲まれへんなねえ、にゃんちゃん水、うん、残念、美味しいね。
湯の森、あ、湯の森か、湯のよりポッケで、お聞きするとここの駐車場で車中泊ができるそうなんですね。で、そのお金はお支払いしますかって言ったら、町営なので無料ですって言って言われたんですね。で、明日もね、このお湯に入りたいなと思うので、今日はもうこのままここでナギの散歩したりして、この辺りを散策しようかなと思います。はい、で、トイレはここにあるみたいですね。母ちゃん、はい、今ナギの散歩に、ふれあいセンターの丘の上のところに来ましたけど、草がかなりぼわっと生えてるのと、なんと遭難注意、熊情報に注意、怖いですね怖いなぁ、もう。この辺りにスキーロッジとかがあるとこみたいなんですけど、やっぱ冬だけですかね。なんか今は全然もう草もぼうぼうで閉鎖してしまってますね。もうちょっと草短かったらね、ナギも走れるけど、これだけ草が深いとちょっと虫がね怖いんでやめておきます。結局全然移動せず、はい、また温泉また温泉行きます。温泉って言っても同じふれあいセンターですけどねふれあいセンターで、お昼もここでいただいたんですけど、夕食もここでいただくことにします。はい、この周りでね、夕食食べるとこ探してみたんですけど、ちょっとやってなくってね。で、肌なんですけどね、お昼にねここで温泉に入ったんですけど、肌がね痒くなってないんですよね。すごいね。普通ね、やっぱりもう一日中ちょっとやっぱかい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 ってなるんですけど、服の当たるところとかですね、なってないんですよ本当に。だからね、効いてると思う、効くんだなと思って、まあちょっとプチ湯治的にね、明日の朝も入らせていただこうと思ってます。はい、じゃあ行ってきます。お風呂3回目、3回目ですけど、実際には6回入ってますけど、ね、1回上がってまた入ってるんで、はいはい、休憩所にね、で雨が降ってきましたね。こんな感じで、なんかこんな日の雨はなんか気持ちいいね。気持ちいい。じゃあナギのところに入ります。はい、めっちゃ雨降ってます。なんかすごい嵐ですね。風も強いですし、雷も鳴ってました。この鹿の角がね、めっちゃ好きなんですよ。すごいナギはね、これが好きで、見つけたら買ったりとか、北海道から送ってもらったりしてたよな、前はね、今までは。今聞こえますかね、なんか雨の音が、今ね雨がすごくって、聞こえますかねこの音。結構シェルにね雨がバタバタって当たってて、でもいい音ですけどね。なんかすごいですね、キャンピングカーって。普通旅行って雨言うたらもうがっかりするけど、キャンピングカーってそんななんか、ああまあ雨かぐらいな感じやね。まあ景色見えへんのはちょっと辛いけどね。あとね、私たちの体は今ね、石油っていうか灯油のみたいな匂いがね二人ともプンプンしてるんですよ。もう温泉のね、効能というか温泉の成分が、油分が入ってるんで、すごいですよ。自分でもなんとなく分かりますもん、この辺で灯油っぽい匂いしてんなっていうのは。でもちょっとね、体に効いてるのは分かるんで、ありがたいですねこれはね。光ってんな、雷また何年の。
そうやな、ナギは雷怖くないもん。はい、母ちゃん、コーヒー入りました。母ちゃん、はい、食パン乾杯。なんで夜に食パン一枚置かれたん。残ったらもったいないですね。いただくわ。賞味期限が。そうか。なぎ、起きてんねて、こっち来て。姉ちゃん、こっちおいで。待て。ごっついな。ただいまの時刻は9時51分です。現在地は豊富のふれあいセンターの駐車場で車中泊させてもらってます。で、今日で何日目になるんかな。明日が木曜日なんで、あと5日間ですね。で、それでフェリーに乗って夕方の、月曜日の夕方、今水曜日の夜なんですけども、月曜日の夕方の5時半のフェリーに乗ります。実質動けるのは木、金、土、日、まあ月曜日もね、5時半なんで、まあまあ動けると思うんで、あと5日間ですね。なんか減りましたね。なんかだんだんね、あとちょっとね、なってくるってちょっとなんか寂しくなる。やっぱり寂しくなりますね。なんかうーんって、やっぱり永遠続かないな。そう。なんか初めね、来た時はまだまだあると思ってたんですけど、うん、やっぱりね、本当に今家内が言ったみたいに、やっぱり終わってしまいますね。だんだん終わりに近づいてきて、あー寂しいなと思いながらですけども、でもね、いい旅させてもらってるなと思ってね、なんか贅沢な時間を過ごさせてもらってるなと思って、本当にありがたいです。はい、じゃあコーヒーいただいてね。はい、で今日はあの豊富町のミルクを入れて、そうか、いただきます。そうかそうか、みあのコーヒー牛乳するんだよな、はい、今日は母ちゃんはね。うん、じゃあコーヒーをね、いただいたら寝る準備して寝たいと思います。頭打っていたよ。なんかね、またね、もうあのこれですよ、これでね、頭をこう打つんですけど、こう前はね、こうカーンと打ってたんですよ。で、今はここにあるのは分かってるんで、しゃがむんですけど、しゃがみが足りなくって、ここをガリって吸って、なんかもうね、こうクッてなって首も痛いしね、血です、もう血出ると思います。もうまた家内にも張りなさいって言われるんですけど、ねえ、ここ悩ましいわこれ。もうでもあれ入れるだけで全然匂いもない。ないな。うん、ただいまの時刻は11時38分です、室内の気温は19度ですね。19度、寒くもないですし暑くもないって感じでね、窓開けてるとね、雨が降った分少し湿気た風が通っていきますけど、それがね、なんか、緑の匂いもして、葉っぱの匂いとかもしてね、心地いいですね。はい、で今日はね、温泉三昧、あのもう本当にプチ湯治のように入ってましたけども、やっぱり肌の調子がね、だいぶ楽ですね。これはいいなと思ってて、明日も朝入りたいんですけど、10時からなんですね。なのでちょっと予定がもしかしたら合わなくって入れないかもしれないですけど、入れそうだったら入って出発しようかなと思ってます。じゃあね、そろそろ寝ようと思います。本日もありがとうございました。じゃあおやすみなさい。
エッグの上にオンザベーコンになってんねんな。知らんかった。なんかったえ、ベーコンエッグ、ベーコンが下でエッグが、ベーコンが下で結構カリカリになるまで焼いて、ね、で卵を割る感じかな、うん、あーなるほど、うん、間違えた、うん、面白いことになっとんな、うん、それでいいじゃん。ちょっと、うん、いいや、こんな、うんうん、もうセパレートでもええよ。うん、いや、ちょっとずつ乗せて。ややこしいことになってきたね。うん、かちゃんありがとう。じゃあこれね、はい、なんか黄色いね、うん、じゃあかちゃんいただきましょう、はい、いただきます、はい、ありがとうございます。わあやめてよ。ああ、出た出た、やっちゃった。ああやっちゃったやっちゃった、うん、はい、いただきましょう。今朝の朝食はベーコンエッグ、エッグベーコンベーコンエッグパンをいただきます。まあサンドしてもいいですし、このまま食べてもいいかなと思う。まあサンドするのはちょっとごついやついいね、ちょっとサンドして食べよう。よし、これでいただきます。いただきます。ボリューム最高ちょっとすごいでっかいな、これ。いただきます。うん、おいしいな、うん、おいしいわ。そんな硬いパンかなと思ったけど、柔らかいな、結構。何なの、計算してる、うん、北海道サロベツ牛乳もおいしいな、これ気に入りましたね、うん、おいしいわ。それちゃん、それちゃんは牛乳どうぞはい、ごくごくごくどうですか、はい、もう一杯、はい、どうぞ、ごくごくごくはい、それちゃん、うん、それちゃんこんなもんでいい。じゃあね、何でも食べれるから、うん、すーちゃん何でも食べれるから、すーちゃん、はい、もう一回どうぞ、ごくごくごくだいぶ飲みすぎやで、もうすーちゃん、こんなんか使った方が早いで、多分これにね、すーちゃん結構お風呂好きやったから、そうやな、うん、こんな感じで使っときも、よう使っとった ね、なんかデカだったな、ちょっと大きくなりましたね、また大きなったんじゃん、うん、もう何キロあんのよ、もう関節とか怖いからあんま大きななんでええで、ちょっと帰ったらね、体重測らなかったね。7回目のふれあいセンター、ラッキーセブン温泉プチ湯治、はい、行ってきます。まあドライヤー使わない、いつものことです。で頭大爆発の2人なんで髪の毛長いにドライヤー使えへんねんって話ですけどね。まあ私もそのうち大爆発で、家内は左に大爆発いつも家内の髪の毛はこうなりますから、ね、さあじゃあ手塩の方に移動していきましょう、はい、まあ一応今日はね手塩の方にあるキャンプ場に行くつもりなんですけども、まあ行ってからねまた考えていきたいと思います。あとはなんかそんな名前やったね、オロロン風車がね、28基ぐらいだったと思うんですけど、並んでるところがね100メートル、高さが100メートルで28基一列に並んでたんだと思います。それがね、オロロンそこへ行きたいと思います。悲しいんか、はい、悲しくはないですじゃあ行ってきます
車豊臣ふれあいセンターを出発しました。で温泉はねもうめっちゃ良かったです、うん、もう私たちの温泉ランキング1位北海道1位まずは1位それぐらいすごかったです。でも今もねあの灯油の匂いがすごいすごいね、はい、石油のなぎがクン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 ね匂ってくるね変な匂いがするなぐらいな感じですけど ね今からですね道の駅天塩へ向かおうと思います。途中でスーパーマーケットもあると思うんでスーパーマーケットによって買い出しをしてで今夜は鏡沼海浜公園キャンプ場で車中泊をする予定です。その近くに風力発電の風車がかなり大きいものがね28基ぐらいねまっすぐ並んでるところがあると思うんですね。でそちらの方にも行ってみようと思います。じゃあ行ってきます。母ちゃん、はい、トナカイ観光牧場、はい、トナカイさんおるおらへんね。今見た感じはいてないです、ね、うん、牧場はあるけどトナカイさんは見れんのかな。ねえ、餌やりとか書いてたんかな、食べた、うん、トナカイさんも食べたかなちょっと、うん、まあ見に行ってみます、はい、トナカイ牧場、トナカイ観光牧場、観光ってことは見る見るんじゃない母ちゃん、はい、トナカイさんがいますね、うん、すごいたくさんたくさん、でもめっちゃ遠い、うん、遠いです遠いです遠くてわからない40頭赤ちゃん8頭赤ちゃん8頭いるそうですけど、あの遠くて寄ってこないですあのでも餌が200円で売ってるの200円で餌やりができるそうなので、うん、これ餌持ってきたら寄ってくるのかな。本当だね、餌だよって言ったら来るのかな。言ってみる。餌だよちょっとなまってて食べなんかなどんなんやの餌だよ関西弁でもうめんどくさいよもういい遠い遠いなすげえ爪やな、ほんとに。母ちゃん、はい、トナカイさん、はい、あ近くに近くで見たらちょっと感動した、うん、大きい爪ですね立派な爪、初めて見ました。トナカイ観光牧場でお昼ご飯食べることになりました、はい、私はジャンボメンチカツ定食ライス大盛りで、家内はレモンペッパーチキン定食にしました。なんかここは自然な食品も使ってるんですか。安心安全と書いてました。障害者福祉施設安心生産農園が福祉的就労の場として運営しております。あ、なるほど、そうなんですね。そうですか、じゃあここでいただくのがいいですね。じゃあいただきます。母ちゃん、はい、美味しかったですね。美味しかったです、うん、で手作りの自家製のケーキがここに売ってあって、それを持って帰りたかったんですけど、夜にねいただきたかったんですけど、テイクアウトができなくて残念でしたね、うん、じゃあ行きましょう。やっぱりなんかその添加物とかが入ってないからやっぱり日持ちがせえへんねんな。日持ちがしないですので、うんうん、持って帰ってもらうとやっぱりね、うん、そうやな、落ちるんで、うん、味が、うん、いいもんやねんな食べてもよかったけどお腹いっぱいやね今大盛りしすぎた近ねやね、うん、ゴミパックがね映っちゃいましたねすごいな、石油の匂いすごいわ、この辺が。すごい、このタオルやなうわすごいな
あ、泣いた。あ、ただいま。食べてきたね。じゃーん。あ、また来た。あ、かわいい。何やだ、食べてきた。はい、じゃあ出発しましょう。母ちゃん、はい、オートキャンプ場に着きました、はい、手塩の、はい、鏡沼海浜公園オートキャンプ場かな名前が。で、ね、受付まず行ってみようと思うんですけど、どこがサイトや、この辺全部サイトなのかな、という感じか、ちょっと受付で一回聞いてみましょう。はい、じゃあ行きましょう。